いつでもどこでも誰でも手を伸ばせば本に届く街を目指す明石市。市内に新たに誕生したブックスポットなど、本の街明石の取り組みをご紹介します。本の街明石、広がっています。ここからは本の街推進課の寺前さんと、一般財団法人明石コミュニティ創造協会の四方さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは寺前さんにお話をお伺いします。明石市は本の街づくりを進めているとお聞きしました。はい、明石市ではいつでもどこでも誰でも手を伸ばせば本に届く街をテーマに、本の街明石の取り組みを進めています。本の街明石というように、市内には本を読んだり貸し借りできる場所がたくさんあるんですよね。市民の皆さんに本に触れていただけるような場所がどんどん広がっておりまして、本に親しんでいただけるようなブックスポットが市内には約70箇所あります。70箇所もあるんですか。それはすごいですね。どんな場所があるのかとても気になりますが、一律図書館といった公共施設はもちろんなんですけれども、個人の自宅であったりとか、お店に本棚を設置し、お客さんであったりとか、ご近所の方に開かれた施設の拠点もたくさんあります。そうなんですね。いくつかご紹介していただけますか。最近オープンし、新たにブックスポットに追加されたのが、明石町中図書館、子ども夢文庫魚住、そしてつながる本棚一箱になります。ではそれぞれについて教えていただけますか。はい、まず明石町中図書館です。明石町中図書館は信金中央金庫さんから企業版ふるさと納税をいただき、それをもとに明石市と日清信用金庫さんが協力し合いながら、市内の日清信用金庫の本店や支店の全10店舗にオープンしました。本棚に設置してある本は店舗内で閲覧できるほか、各店舗の職員に一声かけていただければ、借りて自宅で読んでいただくことも可能ですので、気軽にお楽しみください。ちょっと待ってる間に取って読んでみたいなという、はい、すごい素敵なボックスができてすごい楽しみです。待ってる間に読み切れないので、あ、借りれるんだったらすごい嬉しいなと、はい、思います。身近なところでこんな図書館の感じがあったらすごい素敵だなと思います。また利用していきたいなと思っております。はい。私からは子ども夢文庫魚住とつながる本棚一箱をご紹介します。今年の6月にオープンした子ども夢文庫魚住は、図書の貸し出しや絵本の読み聞かせなどを通じ、親子の居場所づくりを支援しています。これまで市内には7箇所の子ども夢文庫がありましたが、この子ども夢文庫魚住が市内8箇所目の開設となります。魚住小学校にある樹齢120年のクスノキのように、地域で子どもたちを見守る場となるように願いを込めまして、クスノン文庫と愛称が付けられました。これからはみんなが気軽に集い交流できる場になればいいですね。これから一緒に来れたらいいなと思います。こうやって同じ世代の子たちで、遊べる場として活用できたらなと思います。こんな近くに絵本をいっぱい読み聞かせできる場所ができて、嬉しいです。そして最後はつい先日オープンしたばかりのつながる本棚一箱です。7月2日ウィズ明石でつながる本棚一箱のオープニングセレモニーが行われました。テントカットをどうぞ。この度、ウィズ明石にオープンしたつながる本棚一箱について教えていただけますか。はい、こちらのつながる本棚一箱は、本の街明石を推進する目的として開設いたしました。明石市内には、街中に数多くのブックスポットがございます。そのブックスポットのハブ拠点として、セタライトの本棚や明石市関連の本があります。その本棚を、明石の街を知る明石箱というものと、あと本の向こうに人が見えるような、さまざまな人が自分を表現するような私箱の2種類の本棚からできております。こちらのウィズ明石は、障害学習、男女共同参画、市民活動支援の3つのセンターで、どなたも気軽に訪れたり
参画し、思いを実現していけるような場所です。そのいろんな目的を持った方が自由に過ごせるフリースペース内にこの本棚はありますので、本も自由に読むことができ、思い思いの時間を過ごせる場所となっています。また本の貸し借りもできますので、本を通じた人と人とのつながりや交流を楽しんでいただきたいと思います。情報誌を作る団体でして、今まで図書情報誌を作ってたんですけど、今回本棚ができたので活動を一変しまして、本を皆さんに見ていただこう、実際の実物を見ていただいて紹介していこうということで今回応募しました。本を通じて、あ、こんな本があったの、この本のここのところが良かったよねとか、この言葉で勇気をもらえたのよねっていうようなつながりができたらなと思っております。私どもの団体では外国人や外国ルーツの子どもたちの支援の活動をしておりまして、でやはり地域の方々で外国ルーツの子どもたちが日常生活に困っているとか、外国の方が困っているっていうようなこととかをご存じない方が多いので、そういったことを広く知っていただきたいなと思って、こちらの方本棚を置かせていただいてます。何ヶ月に1回か本の中を変えて、本当にいろんなこと、いろんな国のことも知っていただきたいというふうに思っております。本が集まる場所、ブックスポットが市内にもどんどん広がっているんですね。もっといろんなブックスポットが知りたいです。この度市内のブックスポットをまとめた明石町中ブックスポットマップをリニューアルしました。このマップが本を通して読書を楽しんだり、人とのつながりや交流が生まれたり、そんなきっかけになれば嬉しいです。これを見れば一目でどこにあるのか分かって、とても便利ですね。この明石町中ブックスポットマップは、ウィズ明石や市内の公共施設、また掲載拠点にて配布しておりますので、気になる方はぜひ一度手に取って、身近なブックスポットを探して楽しんでみてください。そして寺前さん、本の町明石といえば明石市民図書館ですよね。はい、本の町明石の拠点となるのが、明石駅前にある明石市民図書館です。今年1月に開館5周年を迎えた明石市民図書館は、蔵書冊数およそ45万冊で多くの方に利用されています。また以前は開館時間がもともと10時からだったところ、利用者の方からの要望にお答えする形で、昨年4月からは9時30分の開館に早めました。そして昨年の秋にはニュースがありまして、これからの図書館の在り方を示唆するような先進的な活動を行っている機関に対して贈られるライブラリーオブザイヤー2021の優秀賞およびオーディエンス賞を明石市民図書館がダブル受賞しました。官民一体となった子育て支援拠点としての明石市民図書館の取り組みが評価されたんですよね。その他の図書館の取り組みについても教えていただけますか。明石市民図書館では音訳ボランティアさんによる対面朗読サービスを行っておりましたが、昨年4月からは西部図書館でも実施しています。利用の申し込みや詳細の問い合わせについては、それぞれの図書館にお問い合わせください。また図書館では夏休み応援ラボ2022という企画を行う予定で、現在小学生を対象に参加者の募集をしています。これは自由研究などの夏休みの課題を図書館がサポートするといった内容になっておりまして、毎年大変人気の企画になります。先着順の受付になりますので、興味のある方は早めに図書館へご連絡ください。また魚住の西部図書館でも新たな取り組みがあるとお聞きしました。魚住の西部図書館では、館内のサイン表示をユニバーサルデザインに配慮したものに更新するなど、市西部の読書バリアフリー拠点となるよう環境整備を進めています。現在予定しているのは、音声読み上げ機や拡大読書機などの機器を設置し、車椅子優先席なども設けたユニバーサルエリアの新設を準備しています。今年度中には完成する予定ですので、ぜひご利用ください。寺前さんと志方さんに今回は本の町明石の取り組みをいろいろとお聞きしてきました。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。明石市ではいつでもどこでも誰でも手を伸ばせば本に届く街を目指し取り組みを進めています。図書館を運営する指定管理者はもちろんのこと、今回の明石コミュニティ創造協会さんのように、
さまざまな方や団体と連携しながら取り組んでいきますので、これからも本の町明石の取り組みをよろしくお願いします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。